今回三重県津市の榊原温泉に行きます。あれが昔から続く源泉の温泉やねんけど、うん、でしょうね。熊のプーさんちょっと似てない。三重県津市の榊原町ってとこかな、うん、大昔伊勢の国って三重が呼ばれてた時ぐらいから続いてる湧き出てる温泉で、大きい資本を持った大きな旅館とかホテルだけが 2,3 軒ぐらいしか空いてなくて、うん、それ以外はもうほとんど廃墟と化してるらしくて、はい、というわけで着きました。こちら榊原温泉郷、こう看板からもちょっと風情を感じるな、うん、でも大田舎じゃ、ほんまに大田舎、大田舎じゃこれ、マジで大田舎。の有名な清少納言が平安時代に枕草子に湯は七栗の湯から始まる一文だけ書いてるけど、湯は七栗の湯ってここ榊原温泉のことで、わからん、七栗って意味か調べても出てけんから痛いとこつくな。いや、どういうか、どういう意味かなと思って。日本三名泉の一つ七栗の湯、うん、で有馬の湯は兵庫、うん、で玉造の湯は島根、この三名泉の一つとして平安時代から湧き出てた温泉が、まあ、ここ榊原温泉やからどんどん進みながら廃墟探訪にはなるんですけど、まあ、その当時はもう地下から自噴していた湧き出てた温泉はもう今はでも枯れちゃってみたいな、だからもう地下からもうポンプアップしてで維持してる温泉やから、だいぶ時代からこの髪型にされんの説明ないでしょ。そりゃこういうのがいいですっていうやつにしてくれるでしょ。それ川八って読むんかな、うん、ここも通行止めになってるってことは営業してるわ、うん、入浴だけでもどうぞっていうのがなんか哀愁を感じるな、うん、わゆっくりできるスポットやったんやな、うん、でもその糸お菓子ってあるやん、はい、あれって清少納言の枕草子に書かれてた言葉や、うん、清少納言の枕草子っていうのはこの時の西尾のことを綴ったエッセイ、うん、この辺もそうやわ、日本三名泉やで、うん、がこのありさまやで、ただ大資本を持ってやっぱ旅館は空いとんねん、うん、この2つこれもあった旅館清少納言、うん、この2つは有名で日帰りでも行けん、来れんのかな、うん、すごいな、綺麗な榊原川っていうねんけど、うん、この榊原川沿いに温泉街が集中して、うん、温泉の旅館があるんだけど、江戸時代に伊勢神宮の参拝とかが盛んになって、うん、で参拝前に心身を清めるためにすごいこう有名になったというか、めっちゃ綺麗この辺とかもあったんかな、旅館とかが、あ温泉街とかが、今は畑やけども、うん、この辺もがっつりやな、うん、恥かそう、ここ2012年頃に開業したみたいやわ、うんうん、木ガラスが割れて下に散らばれまくってるわ。2012年頃やったら大体もう10年近く経ってるってことやな、うん、10年でもうこの劣化具合やからな、この5時のチャイムがなんか風情を感じるな、うん、ああここもがっつり廃墟化した大きい建物ですな、うん、あこれもう階段がもう落ちて持ってるわ、ほんま危な、鬼怒川温泉のちょっとカッパ風呂に似てるよな、あ確かに確かに大きさといい、うん、ちょっとここ覗いてみて、外から誰かおる、ああ、2人ぐらいいるっすね、2人ぐらいおる、うん、四方角って書いてあるわ、うんうん、ここ国民宿舎に選ばれた、これ国民宿舎っていうのは環境保全とか、うん、まあ、言ったらその温泉地で健康を促進するために、うん、まあ、そういう制度として選ばれた温泉の宿舎のことやねんけど、どうにかしてほしいよな、選んでんやったら、うん、なんか廃墟を見てて思うねんけど、ほんまにどうにもできひんねんな、デッサン税を払うこともできず自然だけが覆い尽くして、うん、平成たぬき合戦ポンポコ の、 あの途中みたいやな、自分たちの自然を取り戻そうとして自然と人間との戦いというか、裏見てみよう、うん、この橋から、うわー大自然と共にあんねんな、うん、うわこれ全部廃墟やで、うん、この敷地、こちら榊原グランドホテル、でかいな、でっか、200億の負債を抱えて倒産したという、倒産する前は山口と相当揉めたらしくて、それがニュースとかにあったりとか記事とかに書かれてあったけど、詳しくは調べてください、難病完治の会って書いてあるやろ、榊原グランドホテルに宿泊した人には無償で太田先生って方が、うん、
どんな病でも治すっていう、そういう先生がおったらしくて、結構いろんな逸話が書かれてたから、プラシールポ効果なんかな、あどうなんやろ、ちょっと分からんねんけど、どんな病でも治すという、そういう一つのコミュニティがあったみたいやねんけど、見てこれ、で、あそこにな、団地があんねんや。ちょっと団地行った映像ここで流します。で、これ多分ここのホテルとかの従業員とかがそこで寝泊まりとか生活してた団地なんじゃないかなとは憶測では思うねんけど、この榊原はまあグランドホテルですよ、うん、猫もおる、猫前の首輪ついてるからだいぶ飼ってんねんな、飼ってんねん多分、だから住んでる人がおんのかな、うん、今回の榊原温泉のクライマックスの廃墟群、旅館こちら、綺麗だ、めっちゃ綺麗で、いまだにこれを調べたらホームページがこちら、これ残ってんねん、しかも結構綺麗なホームページ、 Google マップで中もちょっと見れるみたいやから、ちょっと中の映像をご覧ください、どうぞ。怖いって、扉開いてるし、いや扉開いてるとかの事件じゃないっすよ、ガラスというガラスがない、怖い怖いね、ほんまにどないやったら怖いね、すごい、なんか生活やんなぁね、旅館清少納言、うん、今日はここに宿泊したいと思います、はい、夕食が当日やったから予約できんかったから、うん、ちょっと探そうかと思うねんけど、一個もないねん、いつもみたいに地元ならではのお店に行きたいんやけど全くなくて、ちょっとチェックインしますか、湘南温泉、うん、じゃあ部屋行きますか、うん、温泉楽しみやな、いやほんまに楽しみ、車でちょっと走ったらコンビニは1軒だけあったな、あるですね、はいはいはい、おお、また人の近いわ、初夜みたいになってる、楽しみだね、楽しみほんまに、ほんなんもう早速温泉と行きますか、行きましょう、うん、お疲れ、乾杯、温泉自体は結構小さかった、うん、施設自体も結構古いしもうレトロというか、うん、小さい方が31度のぬるま湯、うん、ちょっと水風呂に近い冷泉やねん、でもう一つは熱い、うん、本来の温泉やねんな、で冷泉の方が多分やけど濃度の濃い源泉なんやろな、うん、化粧水に入ってる感じ、うん、はいどんべでーす、でもっといいのあったでしょう、じゃあ何なん、いやもう一平ちゃん悩むやんけ楽しもう、うん、なんか雰囲気がいいよな、うん、いただきます、確かにうまー、ごちそうです、はい、やっぱりです、うん、どうもありがとう、楽しかったこそです、明日からも楽しい人生にしよう、すみません。